大学までハンドボールやキーパーで、そのまま競技フットサルで、たまたま大学中にカントリーのチームが出て、そのままハンドボールやめた同時にフットサルのキーパーに入って競技やったね。だからハンドボールですけど、変わんないです。正直めちゃくちゃ飛びやすいんで、ハンドボールのキーパーとかよろしくお願いします。頑張りましょう。これ絶対こう岩手に帰って、もっと初心者がいっぱいこう遊びに来れるような岩手を盛り上げる活動したいなと思います。